ベゼル、サイズの新型 SUV がインドで登場。ホンダは2023年6月6日、新たな SUV として新型エレベートをインドで世界初公開しました。新型エレベートとは、どのようなモデルなのでしょうか。コンセプトは、アーバンフリースタイラーとし、アクティブなライフスタイルと、 グローバルなマインドを持つユーザーをターゲットに開発されました。ボディサイズは全長 4312mm× 全幅 1790mm× 全高 1650mm。同じホンダの SUV、デゼル。全長 4330mm× 全幅 1790mm× 全高 1590mm。 全長全高はほとんど同じですが、全高が6 0ト、mm、ル高く設定されました。この背の高さは最低地上高に反映されているようで、ベゼルの1 7 0ト、mm、ル、1 9 5ト、mm、ルに対して新型エレベートは、2 2 0ト、mm、ルを確保しており、アクロも走破することができます。 新型エレベートの外観はスクエアなフォルムとし、静観でタフなデザインを採用。フロントは八角形のブラックグリルやシャープな LED ヘッドライト、スキットプレートが装着され、リアは2本のラインが印象的な光を放つ L 字のテールランプが備わるなど、ワイルドな印象としました。 その一方で内装はシンプルながら高級感のあるデザインです。木目パネルが取り入れられたインパネに、インテリアの表皮やシートにブラウンが用いられるなど、上質なインテリアが特徴です。また、高級感あふれるスタイリッシュな7インチ高精細、フルカラー TFT マルチインフォメーションメーターを採用するほか、 センターにはフローティングタイプの10.25インチ IPS。インプレーンスイッチング。高精細液晶タッチパネルディスプレイオーディオが搭載されました。パワートレインは最高出力121馬力最大トルク 145nm を。発揮する1 5リッター i ブテックドアガソリンエンジンを搭載。トランスミッションは 6速 MT と CVT が選択可能です。さらに、新型エレベートのプラットフォームに高い合成のスムーズコネクテッド構造が採用され、軽量化や衝突安全性能が向上、バランスが良く、安定性やハンドリング性能に優れたボディを実現しました。安全面では、 広角広範囲の検知が可能な高性能カメラを、活用したホンダセンシングを搭載、衝突被害軽減ブレーキ、CMBS やアダプティブクルーズコントロール、道路逸脱軽減、RDM、車線維持支援システム、ルカス先行車逸脱通知システム、オートハイビームといった機能が備わっています。 新型エレベートはグローバルで展開されるといい、まずはインド市場から導入されます。さらに3年以内にバッテリー EV 仕様が発売されるほか、2030年までに5台の新型 SUV が同市場で登場することになっています。